ラスティン・イーライ・ホワイトサイドは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州、ニューアルバーニー出身のプロ野球選手、ウト右ミギ WP ダニエル高校を卒業し、デルタ大学に進学した。2001年の MLB ドラフトで、ボルティモア・オリオールズから6巡目指名され入団。2005年7月4日に、ジェロニモ・ギルの離脱に伴いメジャーに昇格し、翌5日には、 メジャーデビューを果たした。一度、マイナーに戻り、9月に再度昇格を果たした。2007年に FA になり、退団した。オリオールズには6年間在籍したが、メジャーでプレーしたのは、たったの9試合だけだった。2008年の開幕前にミネソタツインズと契約した。しかし、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで8試合に出場しただけで4月30日に放出された。 ツインズ対談の5日後にサンフランシスコジャイアンツと契約し、トリプル A 級フレズノグリーズリーズでプレーした。2008年は一度もメジャーでプレーすることはなかった。2009年は開幕をトリプル A 級フレズノで迎えたが、5月24日に離脱したパブロ・サンドバルの代わりに昇格し、ベンジー・モーリーナの控えとなった。これによって、イーライは4年ぶりにメジャーでプレーすることとなり、また、 初めてナショナルリーグでプレーすることとなった。8月5日にはヒューストンアストロズ戦でブライアン・モーラーからメジャー初本塁打となる満塁本塁打を放った。2010年にはチームがサンフランシスコに移転を初めてのワールドシリーズ優勝を果たしホワイトサイドはバスターポージーのバックアップとして初の優勝を経験した。2011年は5月25日に バスター・ポージーがクロスプレイで負傷しシーズン中の復帰となったためクリス・スチュワートと併用される形で出番が増えた2012年は開幕をトリプル A 級フレズノで迎えたがヘクター・サンチェスが DL 入りしたため7月18日に昇格したしかしプレーオフのメンバーには入れなかった2012年11月5日にウェーバーでニューヨーク・ヤンキースへ移籍 11月28日にディーフとなる。12月3日にサイドウェーバーでトロントブルージーズに移籍した12月12日にまたもウェーバーでテキサスレンジャーズに移籍した。2013年1月3日ディーフとなりトリ AAAQ ラウンドロックエクスプレスに降格。10月1日に FA となった。2013年11月15日シカゴカブスとマイナー契約を結んだ。 2014年6月3日に2年ぶりにメジャー昇格した。6月22日にリーフとなり、26日に AAA 級アイオワカブスに降格した。オフの10月に FA となった。2014年11月1日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶも1月に引退を表明。その後、ジャイアンツのブルペン保守に就任した。ありがとうございます。